はいこんばんはは乃木坂46が世界一大好き893チャンネルです、はい今日はですねまあ今夜ね「あのミュージックステーション」があったんですけど今日は乃木坂46が新曲である「人は夢を二度見る」を披露したってことで話題になってるんですけどはいやほんとねこの曲いいですね。ははいいまあ本当には まあ、本当乃木坂らしさが溢れてるいい曲だったなと思いましたね。はい、で今日はねこの曲を聴いた感,動あの感想を皆さんに共有するために、まあ、動画を撮ってるんですけど、まあ、この曲を聴いて思ったことはあれセンター違くねって思いましたね。何でかっていうと「あの人は夢を二度見る」って本当はあのなんだっけ山下美月ちゃんと久保志織ちゃんがセンターなんですけど。 なんか今日はね、あの久保栞里ちゃんがなんか仕事仕事かな、まあなんかの都合で出れなくて、まあ、その代わりにね、あの林ルナちゃんがああの、まあそのまそセンター、あの久保ちゃんの代わりに出てたんですけど、いや、なんかね、林ルナちゃんね、いいなって思いましたね、はい、うん、まあ、代打だったんですけど、はい まあ,あとね林ルナちゃんを知らない方もいると思うんですけど林ルナちゃんはあの選抜のメンバーじゃないんですよね。はい、でこの「人は夢を二度見る」の選抜メンバーでもないんですけどアンダーの曲でね、あのー、なんだっけセンターを務めてて「さざ波は戻らない」っていう曲なんですけどそっちではあの伊藤リリアちゃんと一緒にダブルセンターを務めてるんですけど、まあ、そっちの方に興味ある方は。 よかったらね YouTube であの検索してあの聴いてみてくださいはい、まあ、その曲もいいんですよはいただなんかね驚いたのがねやっぱこうやってねアンダーのセンターの子が、まあ、代打でねあのミュージックステーションに出るのはねあの珍しいことだなって思いましたねはいうんあと林るなちゃんねと山下美月ちゃんのダブルセンターなんですけど まあこういう言い方すると、まあ、久保さんのファンには悪いか,悪いかなとは思うんですけどまあ林瑠菜ちゃん何て言うんだろうないつも山下美月さんとか久保栞里さんっていつもあの選抜に入ってたり前の方にいるんでなんかいつもね、あのー、なんだろういつも同じメンツみたいな感じでちょっと飽き飽きしてたんですけど。 このなんだろうな林ルナさんがセンターになったことによってすごいねあのこの曲に新鮮味が出てすごい良かったなと思いますねはいあと林ルナさんねあの可いいなって思いましたね正直、はいうん、まああの代打ですけど、まあ、正直あの,あの山下美月久保志織センターよりあの全然良かったなと思いますねはい むしろ、なんだろうな、林瑠奈さんが、まあ、なんで選抜に入ってないのっていう感じですね。はいまあ俺は別に林さんのファンじゃないんですけど、正直、今日のね、パフォーマンスを見てね、あのそう思いましたね。はい、いやー、ほんとね、やっぱアンダーでもね、これだけパフォーマンスのいいメンバーがいるから、やっぱ乃木坂46はね、レベル高いなって思いましたね。はい まあ今日のね、あのー、なんだっけあの乃木坂のパフォーマンスがね本当満足しましたね。はい、ってことです。はい